はい、皆さんこんにちは。ゲヨです。前回ゲベア M95 で好調な試合をお送りしましたが、今まで主に使っていた世界ランカーにもなっているリベルモデル1886狙撃とどちらの方が私に合ってるのか最近迷ってます。そこで同じルール&マップ&陣営でエベル狙撃を試してきました。と話してる間にすでに HS で2キルしてますね。幸先良いっすね。ただミニマップで右に近づかれてますね。はい、はい、ちょっと さて、ここからランカーの実力見せていきますよ。2人4人ブリッター。最近 DF はたまにプレイする程度になってからはクリップとか全然意識してなかったので、私も驚いた。わら、そろそろ前出るか。なんだ、どこから撃たれた。そこか。さて A 中に入りたいところですが、当たりはするけどキルにならない。ところでさっき敵がいた当たりは、やっぱりあっちを警戒すべきか。おいもの名探知、うまうま。まだ右奥にもいるけど、そこは角度的にきついかな。おっと、いただきました。狙われた。ミニマップで逃げているの警戒してて居場所が察しついてよかった。おっと、わからん、とこから撃たれたからここは一旦行こう。さて A 入るかどうしよう。なんかいる。せーばいい。カッコポイントもらうには出遅れちゃったか。まあ気を取り直して次の区画行きましょう。さてここで普段のゲヨゲヨさんならありえない行動に出ます。いつもなら旗大好きでバカみたいに飛んで火にいる夏の虫状態で真っ先に旗中向かう私が、山登りですと。はい、グベルで M95 の記録超えた一心で山芋してたわ。私大草原不可避。普段やらない山芋の実力やいかに。レッツ、うまうま。おっと、はい、いただき。山芋おいしい。ウケケケケケケ。もう一度。ここまでか。キルレウマー。
次は。うん。さて、走行してるうちに B は取れたみたい。敵どこだ？頭いただき。まあ、まだいい感じかな。ここ人多いから起こしてもらえないかな。ソテヤバース。ゲダークマン。敵は岡城か。頭じゃないだと？また頭じゃなかった。見つけた。スペアゲセヒテッ。今度は頭入ったわ。さて、そろそろやることないので前進みますかね。この出遅れっぷりは私には珍しい。なんかいる。ウィッス。どこだ。マップで把握してっと。Ich hab hier einen feindlichen Speer. あらよっと。だお姉ちゃん帰っちゃダメよ。feindliches Maschinengewehr。さっきのやつで追いっぽいから突っ込むか。当たりませんでした。いた。あ、ちょっとこれヤバいかもね。一旦逃げよ、わら。あ、側面取ったり。やばい、逃げるしか。トリマに傷でも死ぬがいい。ケケケケケ。まあ、しゃあない。道連れいてよかった。さて、残り引けが少ないですが、次行けるかな。厳しいか。おっと。やったと思ったのに。旗入れそう。お、あ、残り5機で次の企画を行ったわ。いけると思ったのに。
MG, seid vorsichtig! 金閣はだぞ。さて、モービーはいいから。いっか。大丈夫か。意外と静か。このままあっさり取っちゃいそう。完了っと。Clear the sector from enemy presence. お休みのサポーター戦。この勢いのまま最終区画も行っちゃいましょう。よっこいセット。さて敵は？頭じゃなかった。あもうネットハイいただきます。トリマフレアット。近くいるぞ。やってくれたか。さて前進むか。で、敵多くない。バクブル。え、まだ敵近くない。やっぱなんかいる。よし当たった。で、敵どこ。ほ裏回られてた。うわーん。ってことで終了。結果は33キル8ですでした。前回の動画は2大体フルで戦っての敗北でしたので、今回の1大体勝利は試合時間的には約半分。その割にキル数も取れてて、グリップも取れたってことは、やっぱり私にワルベル狙撃かな。はい、そこランカー武器のプライドのためにトツスナのプライド脱ぎ捨てて思ったことは突っ込まないでくれー。まあそんなわけで1からスタートとなる DF5 ではトップスナしたいので、DF5 では DF1 を意識せずいろいろ試してから決めたいですね。